坂本龍馬北進一刀流は、江戸時代後期に、千葉修作成政が創始した剣術と、薙刀術の流派。千葉家家伝の北進流、北進無双流と、一刀流を、千葉修作が統合して、北進一刀流が創始された。よって、剣術の組立は一刀流のものと似ている。千葉修作が加えた極意の大目六伝に伝わる、九伝術と星王剣に、 千葉県の北新信仰の影響がわずかに見られる程度である。市内と防具を用いた打ち込み稽古を中心に行い、現代剣道を築いた流派である。玄武館後北新無双流という剣術流派が栗原郡荒谷村の千葉県に家電として伝わっていた。6歳の時、気仙沼村から父親と共に栗原郡荒谷村に住まいした夫松は、 千葉吉野城からこれを学び、16歳の時江戸に出て、中西ハイ東流の浅利義信に入門し、後に義信の師匠である、中西師生からも学んだ。やがて義信の婿養子となるも、組たちの改変を試みて妻を連れて、義信から独立し、北進一東流を創始した。伝書には、北進無双流と一東流を合法し、北進一東流にしたとある。 また、初期の北進一刀流面上には、北新無双流面上に記された和歌が記されている。その後、武蔵、上野、信濃の国などを回ってた流試合を行い、門定数も増え、一家保神社に奉納学を掲げることを企画した。しかし、地元の間庭年流に阻まれて、騒動にまで発展したため、計画は断念した。この騒動で、中作自身は名を挙げたが、 北進一東流は上野から撤退した。周作は江戸に帰り、1822年秋、日本橋品川町に玄武館という道場を建てた。戦争時に計画された門人名が6000人を超えるほどとなった玄武館は、連平館、四学館をしのぎ幕末江戸三大道場の筆頭に数えられた。また、周作の弟、千葉貞吉聖堂の道場も、 おけちょうち葉として、名があった。これまでの剣術がしばしばふっつりを合わせて学ばせ、神秘性を強調してきたのに対して、玄武官は合理的な剣を説いた。従者、東場一堂の塾、幼稚塾の隣にあったので、修作は門弟に、幼稚塾で、朱子学を学んで、ごより精神を養うことを奨励したこともあり、北新一刀流には監視に、巧みなものが多かった。 また、玄武館は、天神市に洋流柔術階層磯正し足の道場の斜め向かいにあったので、天神市に洋流柔術を、編集する者も,も多かった。お玉ヶ家には、佐久間正山の正山塾もあり、負けずに来な佐久間正山は、同郷の松代藩士、塚田洸平のいた、玄武館と門邸の数を競った、佐久間正山は、塚田洸平の道場。 古藤官の道場学も書いている。入門からわずか5年で改伝を得た、海保半平、玄武官四天皇と呼ばれた、稲垣貞之助、正治弁吉、森洋蔵、塚田光平などの皇帝を輩出した。幕末の詩では、坂本龍馬、森光二郎、清川八郎、新選組では、東道平介、山並圭介、伊藤絹太郎、服部武夫、吉村寛一郎、 日比谷健次郎らが北進一東流を学んだ。また、玄武官は旗本や各藩からの剣術指導委託も積極的に行ったため、三十余りの藩から藩士が集まった。修作及びこの基曽太郎、栄次郎、道三郎、多門志郎は水戸藩に仕え、水戸三流の一つとして北進一東流を指南した玄武官四天皇が、 水戸の天狗党を支援したため幕府より咎められ、玄武官は一時閉館させられた。修作の後は、長男、基曽太郎高種が廃病で創生していたため、次男、栄次郎茂之が継承した。栄次郎は、片手上段の構えを得意とし、千葉の小天狗と恐れられる天才であったが、彼もまた創生した。その後修作の三男、道三郎公員が玄武官を継いだが、 1872年に、没する。四つを、多門四郎聖金は、小児の時、三戸藩主、徳川成明の前で演舞し、将来を食目されたが、基礎太郎と、同じく廃病で創生している。道三郎の長男、翔太郎勝種も、県の英才教育を受け実力を発揮したが、眼病のため失明。玄武官は閉鎖され、宗家は廃絶され、師範家のみが残った。 山岡鉄州1883年、山岡鉄州ら玄武館休門庭らの公演により、栄二郎の医師、周之助の種が、神田錦町に玄武館を一時再建した。1887年からは、警視庁激犬世話係を務めた。周之助は、1913年没する。長男の栄一郎が、千葉修作遺構集を出版した。明治、大正期は、 北進一東流を収めた剣士が残っていたが、第二本部特会によって、市内剣術流派が統合されていく中で、北進一東流もその多くが現代、剣道化していった。例は現在、水戸に伝わった北進一東流の道場が茨城に2カ所、東京に1カ所が現存する。また、小樽に伝わった北進一東流を継承する道場が東京に1カ所、現存している。 水戸東武館、千葉修作の門人で、水戸藩藩公道館の剣術家た教授であった小沢虎吉は、1874年、水戸東武館を開き北進一登流剣術を指導した。それにより、水戸藩に伝わった系統が、明治以降も残った。幕末期に、玄武館塾等を務めた下江秀太郎が、茨城県警察本社の激剣師範に就任したことに伴い、 1885年から1887年まで、水戸東武館で指導した。水戸東武館出身の内藤隆治、角忠正は大日本武徳会剣道の重鎮となり、明治後期から昭和初期の剣道会を指導した。水戸東武館では、北進一東流を代々継承し、第四代館長の小沢武氏は、北進一東流総家となって、日本古武道協会に参加したが、 小沢の死後は伝承が途絶えた。平成18年頃よりビデオにより再現し、稽古が再開され、2013年に、水戸東武間の北新一刀流と三田宮流抜刀術が、水戸市無形文化財に指定された。また、第三代館長であった、小沢豊吉が行動議会にて伝えた組たちの一部が、シーナ一エラに伝承された。シーナは2013年より、 千葉家より宗家を譲り受けて、第七代北進一東流を名乗っている。千葉周作、千葉栄次郎、小沢虎吉、小沢一郎、小沢豊吉。小沢虎吉以降の伝承者は、以下の通りである。後列右、角名正宗家のつて系は、千葉道三郎で途絶えたが、北進一東流の名跡のみは、千葉家預かりとして代々受け継がれていた。そして、平成25年。 千葉家一族で、北進一刀流の技を正当に受け継いでいる、椎名氏、エ重種に宗家を継がせた。海祖、千葉周作、千葉英次郎、千葉道三郎、千葉英之助、千葉正種、千葉吉種七代,七代、椎名一へ。北進一刀流病法は、江戸時代には二つ存在した。一つは、海祖、千葉周作の、玄武官。もう一つは弟である、千葉貞吉の、 千葉道場である。共に多くの門人を輩出したが、玄武館は明治20年から30年頃に閉館。千葉道場は、その約10年後、4代目、宗家千葉多束をもって閉館した。束の息子、千葉鶴太郎、孫、千葉明は、北進一刀流病法を教授しなかったが、わざと精神は北進一刀流の他の道場で継承された。 千葉鶴太郎と千葉明は、両者ともに、北進一刀流の技を学んだが、弟子を一人も取ることなく、宗家代理としてのみ活動した。このため、両者とも系府には、宗家として表記されていない。時を経た2013年7月1日、千葉佐田基地の直系子孫で、第五代宗家の千葉博司生だ根が、免許改伝の大塚洋一郎正則に、 第六代宗家を任命する形で、北進一東流標法千葉道場が再興した。宗家はこれより、大塚家へ引火された。大塚陽一郎は野田派北進一東流三代目、代表、小西茂次郎の下で、北進一東流を治め、辰明海道場を開くことを許されてからは、北進一東流、辰明海道場館長として、 小西茂春老存命中より10年以上最高位、指導者を務めた。2016年3月26日、中野サンプラザでの襲名披露をもって、大塚竜之助聖地が第7代宗家を襲名した。海葬、千葉周作初代、千葉貞吉二代、千葉重太郎マイナス三代、千葉東一郎マイナス四代、千葉田場から、宗家代理、千葉鶴太郎宗家代理、千葉明マイナス五代、 千葉広史マイナス六代、大塚洋一郎七代、大塚龍之介。千葉周作の三男、千葉道三郎から送電を得た宇都宮半々氏、小林聖二郎は、明治維新後、警視庁抜刀隊で活躍、警視庁激犬世話係を務めた。その後、東京市本属菊川町に、市政官という道場を開いた。聖二郎には、子がなく、勝浦四郎が養子となった。 四郎は30歳で、聖次郎から北進一東流の免許を授けられ、北海道小樽市へ武者修行の旅に出た。四郎の人柄と権威に惚れ込んだ、小樽の遊郭南部郎の主人、野田和三郎は、一人娘の春と四郎を結婚させ、四郎は野田家の養子となった。1913年、南部郎の敷地内に道場が建てられ、二代目道、三郎の長男、 翔太郎勝種より、玄武官の名前使用を許可された。1933年、14歳で、小樽玄武官に内弟子として入門した小西重治郎茂之は、18歳で、師範代となる。1938年、重二郎は陸軍に志願入隊し、玄武官を後にした。3年後太平洋戦争中の1944年、野田志郎が病死。 おたる玄武館の土地建物は人手に渡った。戦後、復員した茂次郎は、兄弟子の三浦義勝に、流儀の継承を譲り、自身は三浦から五代目として継承したという。1950年春、茂次郎は、東京都杉並区全福寺公園に、露天の青空道場を開き、同年秋に道場を建て、玄武館の看板を掲げた。同時に、小木警察署川に、 1954年には、警察大学校で剣道を指導した。茂次郎は、半世紀にわたって、玄武官官長を務め、2008年6月に死去した。茂次郎の実施であり、副官長であった、小西信燕和幸が6代目として、玄武官官長を継承した。千葉周作成り千葉道蔵郎公院、野田史郎、三浦義勝定幸、小西重春老老茂春郎茂幸、 小西信縁和幸。稽古は、市内稽古と組立稽古とに大別される。入門者はまず組立稽古から始める。その剣術には、一切の神秘性がなく、ひたすら技術のみを追求したので、教授方法は極めて合理的で、他の道場においては10年かかる修行が5年で、完成してしまうと言われた。一刀流系の流派は、基本の構えは、星目としているが、 北進一東流では状況によって自由に構えを変えて良いとしていた。特に右にに回打つ、切り返し、かかり稽古の訓練をやらせた。修作は、市内稽古で使う剣術六十八手を編み出しまとめた。この中には、現在の剣道で使われる技は、ほぼで揃っており、現在の剣道では使われない技も、多数含まれている。このように、彼の剣術指導は、 現代剣道に多大な影響を与えた。千葉修作一行によると、他の小野ハイ刀流系の流派と同じく、一つ章から始まる太ちの組立ち43本をはじめ、小立ち組、愛小立ち、はびきなど、小野ハイ刀流の組立ちとほぼ同じものを伝えている。内立ちは、鬼ごてという厚い小手を装着する点も同様である。また、千葉家の家電の北新流流祖、 千葉常棚より伝わる、なぎなたの形も、初代、千葉修作が体系化し伝えている。北新一刀流のなぎなた術は、女使いを主にしていたので小ぶりのなぎなたを用いた。谷川の背を流るる、土地柄も身を捨ててこそ浮かぶせもある雨あられ、雪や氷といだつれどを溶けては、同じ谷川の溝の配置刀流のつてくらいは八大会であったが、これを、初目録。 中目録免許、大目録改伝の3段階にした。剣術に限らず当時の武術や芸道では、捨てくらいが上がるたびに、師匠、先輩、同輩に霊物を送る慣習があったため、貧乏な人間は、実力があっても商談しにくい弊害があった。このため、このお金のかからない簡略な目録制度は門弟に、大いに喜ばれた。大目録免許改伝では、ロノイ、 小の井、石化の井と家電の北新流やい八本、伊藤一刀子小立の次第五本、柔術五本、千葉周作独自の公案、連織、長短の糊、舎目付、星王権などの王義が伝えられている。この他に、西岸伝授、北新一東流標本化条目録がある。追記新選組の山並も、北新一東流保持者、ありがとうございます。